せっかく小規模企業協債に加入したのに元本割れして損してしまう今回の動画を見ればそんなことを回避することができますこんにちは、永井です小規模企業協債って損しないのそんな不安を抱いているあなたのために今回は小規模企業協債の任意解約を掘り下げて解説したいと思います 今回の内容なんですけどもまず小規模企業共済ってまだよくわかんないんだよなという方のために制度の概要それからメリットを解説したいと思います続いてデメリットになるんですけども小規模企業共済元本割れするケースについて解説したいと思いますそして元本割れしてしまう任意解約について分かりやすく解説したいと思います最後に 小規模企業共済、加入すべき人ってこういう人ですよという、まあ、今回の結論にもなるんですけども、説明していきたいと思います。まず、小規模企業共済って何という方のために、制度の概要ですね、それからメリットなんですけども、まあ、これは民間の金融機関ではなくて、 国の機関ですね。公的な機関である中小機構というですね、組織が運営しております。まあ、よって、ある程度信頼できるということですね。まあ、さらに、営利目的ではないので、結構ですね、いくつかの面で優遇されていると、そういった制度なんですね。で、どういうものかというと、個人事業主ですとか、中小企業の経営者、役員というのは、なかなか自分のための退職金という制度、設けることが難しいんですね。まあ、もちろんですね、 事業活動を行っていく中で、で預金口座にですね、老後のためにお金を貯めておくともしくは資産運用をして貯めておくと、まあ、そういったことも可能なんですけども預金に眠らせておいてもなかなかお金貯まらないよなと、まあ、それから投資に回しても損することあるよねと、まあ、そういったことがありますよね、まあ、ところが小規模企業共済はある程度の運用利回りで最終的に退職金である共済金ですねそれがもらえる可能性があるということですね そして、リスクもほとんどないということですね。まあ、国の機関なので、非常に財務基盤はしっかりしているということですね。よって安心して積み立てて、将来退職金、共済金を受け取ることができると。そういった話になっております。で、いつですね、その共済金ですね、退職金を受け取ることができるかというと、主には 廃業した時ですね。将来自分が引退して廃業しますよという時。それから中小企業経営者だったら退職の時ですね。そういった時に受け取ることができるということですね。で、掛け金。まあ、言ってみればこれが保険料になるんですけども、毎月毎月ですね。中小機構に積み立てておくお金。保険料、掛け金についてはですね。その支払った分全額ですね。その払った本人の所得控除。所得を減らしてくれると。それを受けることができるんですね。 で、この掛け金,金っていうのは1000円から7万円までの間で500円刻みでですね、細かく設定することができるということで、まあ、さらにですね、後になって増額したり減額したりすることができるということになります。で、ちなみに、民間の生命保険料ですね。生命保険料に関しても生命保険料控除認められてますよね。 ところが、年間で保険料総額2万円以下の場合しかですね、払った分全額ですね、所得控除が受けられないんですね。民間の生命保険に加入した場合の保険料と比べて、まあ、格段にですね、税務上のメリットがあるということですね。小規模企業共済の場合は全額所得控除を受けることができるということですね。まあ、この点で非常に優遇されているということで、小規模企業共済の大きなメリットとして挙げられることが多いということですね。そして、将来ですね、まあ、廃業などをして、 共済金を受け取るといった場合、そういった場合も、まるまるですね、例えば雑所得として課税されると、そんなことはなくて、一時金としてもらえば、退職所得として扱うことができるで。退職所得は税務上優遇されてまして、退職所得控除があったり、課税される金額がですね、2分の1になったりと、まあ、そういったですね、優遇があるんですね。よって退職金は税金が安いということで、優遇されていると、そういった話ですね。まあ、さらに、 分割して受け取ることもできるんですけども、そういった場合でも公的年金等の雑所得に該当して、やはりですね、税務上優遇されているということですね。掛、まあ、け金として払った時に優遇される。共済金としてもらう時にも優遇されると。退職金をもらう時ですね。まあ、この辺がですね、大きなメリットとして挙げられるということですね。まあ、さらに、掛け金の範囲内でですね、低金利で資金の貸し付けを受けることができるということですね。 まあ事業活動を展開していて、まあ、資金繰りに困った。まあ、それから新たな投資機会に恵まれたと。まあ、そういった場合にですね、低金利でお金を借りることができると。まあ、そういったメリットもあるということですね。で、加入資格。まあ、どういった人でも加入できるというわけではないんですけども、ただ結構幅広くですね、加入を認めてくれているということですね。で、その加入のタイミングで、まあ、例えば建設業、製造業、運輸業、サービス業などですね、それから不動産業。一、まあ、つ目の業種に関しては、 常時使用する従業員で、すすすすねねね、まあ、正社員がが人以下でででであればです、ね、加入るることができるということとときいう商業ですとかサービス業で、ここでのサービス業は宿泊業、娯楽業を除くということになるんですけども、それから弁護士法人、税理士法人等の私業法人に関しては、常時使用する従業員数5人以下で加入できますよということですね。で、これは加入時に満たしていればいいということですね。加入後ですね、事業所の規模が拡大して、 これらを超えたとしても加入し続けることができるということで会社がですね小さいうちに加入すれば継続してですね加入することができるということになっておりますよって今従業員数がそれほどいないよという方はですね加入を検討されても良いかと思いますそして共済金いわゆる退職金ですね4つのパターンがありまして上に行くほどですね 共済金の金額、退職金の金額が多くなると。まあ、下に行くほど少なくなるというふうに考えていただければと思うんですけども、まず一番多く受け取れるのが共済金 A ですね。まあ、事業を廃業した場合と、そういった場合に受け取ることができるということですね。で続いて共済金 B に関しては、これは老齢給付と呼ばれるものです。一定以上の年齢、まあ、65歳以上ですね。65歳以上で 180ヶ月以上ですね、15年以上、掛け金を払い込んだ方に関しては、そこで一旦解約して、まあ、事業を継続したままですね、廃業せずに継続したまま解約して、共済金 B を受け取ることができるということですね。まあ、この辺はですね、共済金 A、B はですね、元本割れの心配はないということですね。まあ、なぜですね、 元本を上回った金額を受け取ることができるかというと中小機構側もですね掛け金を運用して増やしているんですねでその増えたお金を原資として事業者にですね共済金を支払うので払った掛け金以上に戻ってくるとそういった仕組みになっているんですね、まあ、ただ一点注意しなければならないのが加入期間がですね加入期間がですね6ヶ月未満である場合は共済金 AB はですね受け取れないとゼロになるということなので全くの掛け捨てになってしまうので 非常に短期に解約すするとといいいう場合は注意していただければと思いますそして3つ目ですね準協済金、まあ、これは法人なりをしましたという場合ですねで法人なりした場合も基本的には加入期間というのは個人事業主時代から引き継げるんですけどもその法人化のタイミングで改めて加入資格満たすかというのを判定されるんですねでその際に例えば、まあ、先ほど説明した人数以上のですね従業員を抱えているといった場合はですね加入し続けることはできないんですね でその場場合合に解約してしてまううという場合でこういった場合に準共済金を受け取ることができますよということになりますそして今回のメインテーマである解約手当金これは任意解約ですね上のどの要件にも該当しないケースで解約する場合、まあ、つまりですね廃業などをしないにもかかわらず解約をしてしまうといった場合ですねそういった場合に解約手当金もらえるんですけども うちょうど述べるるる通り元本割れする可能性があとということですねで、準共済金解約手当金に関しても加入期間がですね12ヶ月未満である場合は全く受け取れないのでこの点も気をつけていただければと思います、まあ、これがですね退職金いわゆる共済金や解約手当金の内容ということですねそして任意解約の場合は元本割れする可能性があるというふうに説明したんですけども、まあ、具体的にはですね240ヶ月20年未満で 任意解約をした場合ですね。その場合に元本割れしてしまうということですね。まあ、どの程度元本割れするかというのはこの後すぐ説明します。まあ、さらに240ヶ月以上ですね、加入したとしても、20年以上加入していたとしても、途中で課金,金を減額増額した場合ですね。そういった場合には任意解約すればですね、元本割れする可能性があるということですね。このあたりの具体例もですね、後で解説したいと思います。 で任意解約をした場合の解約手当金受け取ることができるんですけども元本割りする可能性があるということですね、まあ、具体的には掛け金納付月数、まあ、つまり加入月数に応じてこのようになっているんですね12ヶ月未満の場合は先ほど説明した通り1円も受け取ることができませんそして12ヶ月以上84ヶ月未満の場合は掛け金総額の80%にとどまってしまうと20%は没収されてしまうということですね まあ、さらにですね、どん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 ですね、その割合は大きくなって、240ヶ月以上加入していれば原則として100%戻ってくるということで、まあ、この面ではですね、損はしないですよね。そして、246ヶ月以上の場合は、どんどん増えていってですね、最大120%まで受け取ることができると、任意解約の場合でもですね、まあ、こういったですね、計算式になっております。 まあただですね、これだけを考えるというわけではなくて、節税効果をです、ね、考えていただきたいんですね。まあ、つまり先ほど説明した通り、毎月毎月の掛け金というのは経費にできますよね。よって、所得が高ければ高い人の方が節税効果あるということで、まあ、節税効果をです、ね、加味すると、ここに説明した通りの損失が発生するというわけではないかと思います。まあ、ただ、もう一つですね、気にしていただきたいのは、解約手当金を受け取る際の税金ですよね。 退職所得だったり、公的年金等の雑所得になりますので、その辺の税金もですね、ぜひシミュレーションしていただければと思います。そして、納付月数がですね、240ヶ月以上でも元本割れするケースがありますよというふうに説明したんですけども、まあ、例えばですね、こういったケースですね。まず加入してから 80ヶ月はですね5万円の掛け金,金をですね毎月払っていたということですねところが80ヶ月目でですね掛け金,金を減額して、まあ、ちょっとですね掛け金の支払い厳しくなってきたと資金繰り厳しくなってきたということで1万円に減らしたということですねでその1万円減らした後もですね通算で240ヶ月以上加入していましたということですねでこの場合は上のですね4万円の部分と下の1万円部分分けて考えられるということですね で下の1万円部分というのは240ヶ月以上加入していますよね。よって、掛け金総額の100%解約手当金もらうことができます。ところが上の部分ですね、緑の部分というのは80ヶ月しか加入していないというふうに計算されるんですね。よって、掛け金総額かける8 0に解約手当金とどまってしまいますよということですね。 このあたりですね、240ヶ月以上加入していたとしても、元本割れする可能性がありますので、気をつけてくださいということですね。で、今見てきた通り、任意解約の場合はですね、元本割れする可能性があるということなんですけども、まあ、でも任意解約ってどういう場合にするのということですね。というのも、廃業をすればですね、共済金 A を受け取りますよね。まあ、廃業というのは仕事を辞めてですね、事業を畳むということですよね。 そういった場合は、一番優遇されている共済金 A を受け取ることができます。まあ、さらに、65歳以上、まあ、高齢者になってですね、15年以上ですね、小規模企業共済加入して、掛け金を払い続けていれば、事業を継続しながらも共済金 B を受け取ることができますよね。で、任意解約というのは、これらに該当しないということですね。まあ、つまり、事業を継続しながら、まあ、例えばですね、積み立てたお金、どうしても今すぐ使いたいんだと。 いうことでそのお金が急遽必要になったとそういった場合に限られるということですねまあ積み立ててたお金をですね急遽取り崩すということですよねで資金繰りがですね厳しいのであれば先ほど説明したとおり減額をするということですねそういったことも考えられますよね、まあ、ただ減額をするとですね元本割れする可能性があるんですけどもなるべくですね元本割れをしないようにですね掛け金を増減させると、まあ、そういった対策を取ることができますよねよって事業を継続しながらですね すべて解約してしまうと、任意解約してしまうっていうケースってあまりないかというふうに思われます。ただ、中小機構側としてはですね、元本割れする可能性がありますので、そういったリスクをですね、積極的に開示するということをホームページ上でもですね、行っておりますね。まあ、さらに、他のですね、例えば税理士事務所などのホームページ上でも元本割れするリスク結構強調されてますね。 まあそれは積極的にリスクを開示するという意味で、実際上はあまり起こらない可能性も高いということですね。で以上を踏まえて、小規模給与共済、加入すべき人ってどういう人ということなんですけども、まあ、安全にですね、老後の資産貯めておきたいということですね。安全志向でない方はですね、老後の資金なんて今いっぱい稼いで、貯めときゃいいじゃんというふうに考えるんですね。よってそういった方、まあ、そういった方はですね、向いてないかもしれないですね。まあ、どちらかというと、コツコツですね、老後のための資金を貯めたいと。 いう方ですね、まあ、さらに小規模企業共済のデメリットの一つとして資金が拘束されてしまううということがありますよね、まあ、これは投資全般に言えることであるんですけども外部に積み立てておくので、まあ、そのお金自由に使うことができないということですねでもちろん稼げる事業投資の機会ですとか、まあ、それから自己投資ですね自分のために使うと、まあ、そういったお金なるべく必要だという方はコツコツですね老後資金を貯めるとそういったことには向いてないかもしれません、まあ、一方で まあそれらをしたとしてもなおも余裕がある方ですねお金に余裕があるという方小規模給教材にですね加入すること適しているかというふうに思いますこの辺見ていると、まあ、多くの方当てはまるんではないかというふうに思うんですねやはり、まあ、多くの人がですね安全に老後のための資金貯めておきたいですよね、まあ、さらに財布の中身が空っぽになるまで投資を行うと、まあ、そういった方もいらっしゃるんですけどもどちらかといえば少数派かもしれないですよねよって、まあ、多くの人はですね 小規模企業共済加入した方が将来の安心感を得られますよとそういうことは言えますよね。よって今回の結論にもなるんですけども多くのですね個人事業主、中小企業経営者役員にとって小規模企業共済というのはおすすめですよということですね。ただし若干のリスクもありますのでその辺についてはこの動画また見返していただいて 確認してもらえればと思いますいつも高評価やコメントありがとうございますこのチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたらぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います今後も税金に関するお役立ち情報バンバン配信していきますのでぜひちょくちょくこの税理士長井のチャンネル覗いていただければと思いますそれではまた別の動画でお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございました